仙台トーンヌーンショーベおはようございます。 FM 大白仙台トンナンシャーペの時間がやってまいりました。仙台で生まれ仙台で育まれた学び飽きない匠伝統文化交流を東南西北にトンナンシャーペと丸く丸くこの番組は訪ねて歩きます。聞き手は鈴野屋亮介、番組プロデュースは円鉄の城でお送りいたします。今日やってまいりましたのはですね、山田上野台町にあります伊藤造園さんにお邪魔いたしました、はい、伊藤造園さんの取締役会長でありします伊藤義明さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。素晴らしいお庭っていうんですかね。ありがとうございます。はい、もう入りましたらですね、はい、大きな木がありまして、その奥に蔵が2つありますよね。で、はい、で今ここでお話をお伺いしているのは事務所内ですが、はい、その後ろに大きな蔵、まあ、この辺からですねご説明させ、はい、していただきたいんですが、これ4年ぐらいになりますかね、あの震災後。震災後4年、はい、はい、横手から移築したんです。ここの事務所の後ろにあるこの大きな、ね、はい、はい、これがちょっとあのこの辺のサイズと違って、はい、大体20坪あるんです。あらま、はい、2階建てですよね。そうだね、総2階で、はい、でも、ね、珍しいということは、うん、蔵にその窓があるということが珍しいんです。そうですね、はあ、でやっぱり横手あたりあの雪国なんですけども、はい、やっぱりこれに鞘ってあの外にこう板の大きなこう、はあ、囲いがあるんですよね。はいはい、それであの窓あっても、はい、全部それであのこう、はあ、覆われるんで、はいはいはい、窓をやっぱりつけたと思います。はい、これはやはり中こんな大きな蔵の中に何が入れてたんでしょうね。やっぱり家財道具がメインですよね。はあ、で昔この人寄りの土地、はい、まああのお膳とかお椀、はいはい、ね、はい、あと座布団とか、はあ、はいはい、そういうあの人寄り土地使う、はい、やっぱそういう道具入ってましたよね。あ、いわゆる食物蔵とかそういう蔵ではないという。そうですね、日常に使われる品物を、はい、そのまま蔵をお持ちになってここで建てたわけで、はい、移築してるわけですよね。そうですね、はあ、これ全部中の、なんですか、うん、梁も、はい、全部向こうからお持ちになる。もうほとんど 100%、はあ、骨組みは全部やっぱり向こうから。はあ、うん、その梁なんですがやはり立派なもんですかね。1階はあの秋田杉なんですよね、はあ、それがあの2尺間に入ってます。はい、でそれもあの天然秋田杉使ってるらしいです。で柱があの青森ヒバ、はあはあ、これもあのほれあの植林したんでなくて、はい、やっぱ天然の、はあ、やっぱり柱ですよね。はあはあ、であと2階に行くと2階はあの柱今度一本間になるんですけども、はい、でその支えてのがあのケヤチなんですけどね、ケヤキ、はい、梁ですね、はい、でそれがあのケヤチのこう太いこう太鼓になってる梁ですかね。それやっぱり皆さんびっくりしていくね。なるほど、はい、まあ、もともとあの漆塗りだったんで、でまた俺持ってくるときやっぱり組み立てるまでだいぶ傷んでね。梁が漆なんですか。全部です。あ、そうなんですか。はい、あらまあ、
素晴らしい。それで我々傷んだんでまた塗り直ししたんです。したんですか。はい。はあ、これは一般公開はするんですかね。まあそのうちなんとか。そうですか。まあその素晴らしい蔵、その手前の蔵はいわゆる石積みの蔵ですよね。小さい蔵が はい、下の蔵、ね、下の蔵ですね、うん、あれはね、はい、味噌蔵だったらしいです。はあ、うん、であのこれはあの一ノ関から持ってきたんですけども、一ノ関、はい、はい、うん、4つあった蔵の中の一つなんですけどね、味噌蔵ですね、はい、あの石は何どこの石なんですかね。一番向こうの蔵が今の味噌蔵、ああのナマコ壁みたいになって、ああなるほど、うん、はいはいはい、であれがほとんど層栗ですね。栗、だから柱はもちろんあの上の樽地、あと板だ、全部栗なんです。漬物とか味噌とかやっぱりそういうふうに水分含むものをやっぱり入れたっていうことでね、はいはいはい、やっぱり栗にしたと思うんですけどね。はあ、そのと、上にある隣の石積みの蔵っていうのは、これはね、はい、増田からの一蔵なんです。増田、はい、名取の、名取、はい、もともとは何で使ってた蔵なんですか。ね、これはね、いろんなものに使ってたっていうことについてます。ああそうなんですか、はい、だから農地具入れたり、 あ、はい、あとこの取った玉ねぎとかじゃがいもとか、あだから下の石になってますよね。なるほど、うん、だから何置いてもこの涼しく、ああはいはいはい、こんなことについてました。あ、はい、ご専門のいわゆる木についてこう話を進めていきたいと思うんですが、はい、お庭に入ったもうすぐ目立つこの高い木、これは何という木なんですかね。メタセコイアですか。メタセコイアっていうんですか、はいはい、ここのお庭では一番背が高いですよね。ですね。どのくらい、50、60年近くなります。だから、はい、相当成長早い木なんですよね。はあ、で私も今から15年ぐらい前ですかね、はい、アメリカにちょっと呼ばれて、はい、庭作ってきたことあるんですけども、アメリカに、はい、はい、その時までは、はい、これ剪定してたんです。あら、はい、はい、それでねアメリカに行ってショック受けて、はい、アメリカっていうのはほとんどね剪定しないんですよね、はい、ほったらかしなんですか。ほったらかしっていうか建物についてる分はよく刈り込みとかやったりしてるんですけども、はいはい、ちょっと離れるとほとんどしないんです。はあ、でたまたま私たち泊まったとこは、はい、500坪くらいの屋敷建ってるエリア で、はい、でそこはほとんどまあそうだね、ちょうど一人でこう立ち回すような地、平均で10本ぐらいあったとこなんですけども、はい、それがほとんど手つけないでもうどんどん大きくしてるんですよね。それでそれ見てその姿見て、はい、ああうちでもこれ無駄なことしたなと思ってはい、はい、それからもうピタッとやめました。はい、手入れをやめたわけですか。やめました。はあ、それで今の姿なんですね。になったと。はあ、そうですか。だからちょうど元に戻ったっていう感じですね。戻ったのごの散り口とかなくなっちゃってね。はあ、はい、このメタセコイアというのはこれ冬になると葉っぱ落ちます。あ、落ちるわけですか。はい、あと実もなりますね。実もなる、うん、豆粒の3倍くらいのね。はは、はい、ところで伊藤さんはお生まれはここですよ。ここですか。はい、素晴らしいこうお庭になってるんですが、まあ私で4代目で、まあ、100年伊藤家4代目。そうですね。はは、じゃあ初代からお庭庭師。いや私の代からです。
はい、伊藤さんが初代。そうです、庭の方はね。あ、そうですか、はい、そうしますとそのきっかけですね、庭師、はい、そうだね、今か、まあ、若い自分ですけども、私俺若い時あの、まあ、20歳前だったんですけども、はい、親父あの鶏飼ってたんですね。鶏、まあ、うん、はい、まあ、ちょっとあの養鶏なってよく言ったんですけどね、はいはいはい、それでやってるうち、あの親父の友達、はい、あの将棋好きな方いてね、将棋ですね、はいはい、それであの雨の後降った時ね、よく将棋差しに来てたんです。はあ、はいはい、それでたまたまその人に造園の方どうなんですかって聞いたら、はい、いや今ブームでんと忙しいんだと、はい、うん、そんな話聞いて、はい、それがきっかけですよね。はあ、はい、そうしますと庭、お父様の鶏養鶏のお手伝いはしていたわけですよね。だからその当時もやってました。やってたんですか、はい、それであのそのまあ庄司さんっていう方なんですけども、はい、それであのまあ仙台のちょっと中央でやってるゾーン屋さんに地でやっからなって言われてね、はい、で1週間ぐらい待ってろなって言われてそれでまあ雨降った時まだ来てもらって、はいはい、いや、いつでもいいからすぐでもいいから来いなって言われてね、それであのそこに行ったんです。で、はい、でやっぱり養鶏の方もすぐやめらんないんで、ああ、あの卵も商店にあの卸やってたんでね、はいはい、まあ月水賃とね、はい、あの卸やってたんで、はい、その以外の日だ1週間に3日か4日だよね、いわゆる庄司、さんのお宅へお手伝い、いや庄司さんは別のゾーン屋さんに行ってたから、あ、はい、その知り合いのゾーン屋さんですよね、行って、それでもうやったらやっぱ面白いんだね。面白い、はい、ハマってきたわけですね。若い、うん、人も10人くらいだし、はい、それでまあやればやるほどね楽しくなって、え、その頃がお年がおいくつぐらいだったんですか。23ぐらいだったと思います。23だね。あ、じゃあ 遅い時から始められ、遅くな、若干だからあの始めたのは遅いんですよね。はあ、はあ、はい、まあ結局好きなんですか。まあもともと好きなんですね。あ、はい、どういうところが、やっぱ作るっていうのはやっぱりものづくりっていうのは基本的にやっぱり好きなんで、特にあの大学関係になってね、はい、大学関係だ、今もあの竹垣結構峠なんですよ。竹垣、はい、だからあのこれもね若い人よく分かってる方いると思うんですけども、はい、多分仙台で、はい、あの阿重石ってあの阿重にあの石あるんですけどね、 あ、 あれをあの土台にして、はい、穴開けてそれにあの杭、はい、木の杭を刺して、はい、そして作ったの私初めてだと思います。はあ、でその前までは、はい、土に直接埋めて、あ、はいはいはい、そして我々よく竹垣作ってましたよね、はいはいはい、で私もやっぱりあのいやお客さんにこのなんとかこう腐らないようにできないものかと、はい、でそういうことをもう行くたんび行くたんびそういうあの苦情っていうか、はい、話聞いて、はい、私考えたんです、はい、でまあ柱この石に埋めても多少は腐るんですけども、はい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 、それであのそれに今度屋根、私今度考えついて、はい、屋根をつけて、で今30年、28年の竹垣、はい、まだ健在です。あらま、はい、あのうちに来ればいずれも見られます。あ、そうなんですか。はい、垣根ですか、うん、普通だと長も長く持っても10年ぐらいですよね。でしょうね、うん、はい、それが今あの30年近く、はあ、うん、まだあの健在です。あ、そうですか、はい、将棋が縁でそれで植木の仕事に入ってきたということですよね。ちょっと前に戻りますが、はい、この辺り、ここはどのぐらいの坪数はあるんですか。うちの屋敷あの昔から3000坪ぐらいあるようになってね。3000坪、はい、そこにこう立派な木が立ってますが、
ここは昔はどうだったんですかね。だいたい屋敷の真ん中に、はい、この別館になった土地のね、はい、母屋あったんです、はあはいはい、うん、ちょうど屋敷の真ん中ぐらいですね、はい、そしてそのあたりに畑あったんです。畑ですか、うん、全部畑だったんです。ということは野菜を植えてたという。そうですね。この辺の野菜っていうのは美味しいんですかね。俺たち物心ついた時は麦とか豆とか、はい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 、そんな感じだったんですけども、はい、ちょっと5年10年っていうとうちの親父が野菜作るようになったんです。はいはいはい、はい、そしてトマトとか、はい、チューリとか、はい、あとみんなと違うのがイチゴを作ったんですね。イチゴはその当時珍しかったみたいです。本当に血の箱に入れてね、はい、そしてうちのばあちゃんが電車で長町に何本をしょってね、はい、うん、イチゴ、まあ、20箱ぐらいしょって、はい、そしてもうきれいに並べてね、はいはい、そして売りに行った塩があります。はい、そうですか。長町へイチゴをおばあちゃんが売りに行ってたと。そうですね、はい、それで、それからまずお父さんは養鶏場をされているから野菜を作り始めた、はいはい、そして、はい、私中学校しか出てないんで、はい、高校行かなかったんです。はい、それでここの屋敷、まあ当たりもみんな俺似たような農家なんですけどね、はいはいはい、親父やっぱり鶏ね飼うからと、はい、それで鶏大体土ならしから始まって、はいはい、そしてまあ鶏舎っていうんですかね、はい、それ一つ建て二つ建て、はい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 、まあ俺新入人の時は7つぐらいまで増やしたんですけどね。何千羽ぐらい、大体3000羽ぐらいまで、まあはい、それで結局親父と俺とあとおふくろとですかね、はい、あと妹も手伝ってもらって、はい、4人で回してたんです、はいはい、で今度この辺もちらほらうち立ってきてね、はい、糞のやっぱり駆除が来るようになったんです。はい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 、俺臭いとかなんとかってね、はい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 、でほぼ探してやったんですけども、はい、やっぱりここから離れるの嫌だなと思って、はい、それでまあやめるっていうことをまあ決めて、はい、それで俺まあ雑煮屋の道選んだっていうか、はい、それでまあいろいろ経験をされてアメリカまで行かれたという話ですが、このデザインをするというのはご自分でやっぱじゃ頭の中にこういう庭を作ってくれとお客さんから言われたらもうデザインができるわけですか。まあ大体今までの経験だと、はい、7、8割ぐらいはお客さんの要望が強いんですよね。あ、はいはいはい、こういう庭でなくて、はい、私こういう庭好きだからこんな風に作ってくださいと、はい、うん、ただそれにまあそういうようにまあ自分のまあ考えもちょっと入れて、はいはいはい、それで作ったお客さんが大体多いですね。やはりここはもう少しこうしたらいいんじゃないかっていう悩みが出ます。常にありましたよね。はい、そういう場合はどうされるんですか。やはりその中ぐらい取ってですね、はい、やっぱりお客さんに納得してもらうように、はい、まあ努力しますね。はあ、はい、まあお客さんといいますとどういう方々なんですかね。やっぱり一般サラリーマンのお客さんが、まあ、一番多かったですよね、はあはあ、であと、まあ、お医者さんとか、はい、うん、あとだんだんにお寺さんとか、はいはい、
まあ、そういうお客さんの要望云々でやはりこう経験っていうんですか、経験を積むということでやはり何かこう参考になるようなところへは行かれるんですかね。まあ私の場合シニオって言ってもまあ市内のね、はいはい、まあ大地区やってるゾーン屋さんに行ったんで、はい、やはりまあ庭の本場京都、あ京都にまあ憧れてはいたんです。でも簡単にね、はい、そっちまで行くっていうこと出てなかったんで、ですよね、はい、まあよく思ってはいたけどもなかなかね、はい、いがなかったんで、も実現っていうか3回4回ぐらいですかね、島の土地、はい、島の土地行って京都へ行って、はいはい、それで写真撮ったり、はい、まあ造園屋さんと直接お話ししてみたり、はあ、やはり造園って言いますと京都はどうなんですか、ね、行ってみてね感じたんですけども、はい、京都のまあ人っていうのは店のは何ともしないんですね。見てダメだとかって言われたら試しないです。はははは。でこの辺だとね、はい、やっぱりこう門閉ざしてダメだって言われる場合多いですけども、はい、京都はそういうことないんだね。オープンなんですね。オープンですね。見てください、どうぞ、うん、いやどうぞ見てくださいっていう方はまあ半々ぐらいですけども、まあ、まあ何とも言わないです。見せてくださいって言うと、はい、どうぞっていうふうな、やっぱり地方から観光客いっぱい来てるから、やっぱそういう点はやっぱ慣れてんのかね。やはり京都でも、お庭っていうと松ですよね。そうですね、はいはい、この松というのはどうなんですかね。まあ俺たちは松は本当は剪定しても見ても、はい、まあ、松は庭の、まあ、王様格ですよね、はい、そうですよね、はい、もう門の前にこう松がね。そうなんですよ、はいはい、もう見応えねありますよね。そうですよね、はい、松でもやはり門にこう張、はい、ってる松っていうのは黒松なんですか。あ、うちの松は黒松です。黒松、はい、松にはどういうふうな種類があるんですかね。はい、まあ大体この辺の場合は山から掘ってきた松がほとんどなんですよね、もともとは。だから山っていうと未生で尾がった地が多いと思うんですけども。え、もう一回言ってください。未生、未生、はい、はい、とやっぱり葉生がみんな違うんです。あら、まあ、はい、ね、だからよく今も俺若い人に、今日も俺もちろん松だけ剪定に行ってんですけども、はいはい、もう一本一本違うんだね、細かく言うと。バリバリする葉っぱもあれば、はいはい、やわい葉っぱもあれば、はい、短い葉っぱもあれば、はい、長い葉っぱもあれば。やはり松が一番難しいんですか。いや、慣れれば難しいっていうか面白いさね。あ、面白い。やりがいがあるっていうか、はあ、自分の、まあ、考えで、はい、もう良くなったりね、はあ、悪くなったりしますよね、はあはあはあ、だからやっぱり腕のいい人はいや、あそこんな俺やったの見てこいなってね、はい、うん、はいはい、言うぐらいですからね、はあ、はい、そうするとやはりなんていうんですかね、技量っていうのは松で大体わかるんですかね。大体松仕上がったら見ると大体わかります。ああ、そうなんですか、はい、まあ、松の中にも赤松、この手入れが難しいというお話を聞いたんですが、やはり黒松よりも難しいんですか、赤松っていうのは。そうだね、やっぱり難しいのさ、手がかかるんですよね、黒松よりも。はい、あと自治もだいたい限られてくるしね。あ、はい、はい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 、だからなるべくだったらあったかい自分にね、全部剪定終わらせるっていうような風にしないと。赤松は。そうです。黒松はいつでもいいんですか。うん、黒松はね、その血の状態によって、はい、こういろいろ還元できるんです。はい、まあ、赤松、黒松よりか赤松の方が難しいと。そうですね、いうことですよね。それから
お宅おもやがありますよね、はいはい、おもやはなんか、建物よりも庭の方が先にできちゃったというお話を聞いたんですが、はい、はい、打ち立てる前に土留めですか、土留め、うちの場合は俺、はい、自然の石で積んだんで、はい、それ一番最初にやったんです、はい、であと屋敷がのり面こう傾斜ついてるんで、はい、今度西側もあの石積みになってるんです、石積みですよね、はい、それも建てる前に、はあ、それで平らにしたとこに打ち立てたような感じなんですよね、はあ、はい、あの石積みもいわゆる、まあ、ラジオのお聞きの皆さんちょっと分かんないでしょうが、仙台城のあのお城の石垣みたいな形、はい、あんな高くはないですけどね、はい、あれどのここの母屋の石垣はどのくらい行ってますか、まあ、あの2メーター一番高いところでね2メーターぐらいに設定してるんですけどね、あの石積みっていうのは、難しいんですか、まあ俺たちあの難しいって言うと変なんですけども、はい、ある程度のやっぱり技術はねやっぱりないと、まあ地震とかねいろんな災害にこう弱いですよね、あ地震の時はあの石垣はそのしっかりと、うん、もうほとんどびくともしなかったです、あ、まあ、その上に母屋が建っているわけですよね、はいはい、まあ、お庭の方が先にできて、母屋の方は後付けでこうデザインされたっていう感じで、はい、よろしいですかね、そうですね、はあ、いずれにせよもう物作り植木が好きだ、そうですね、はい、まあお庭はですね、こう作りますよね、はい、作って後の手入れというのが肝心だという、はい、そうなんです、はい、やっぱり今までずっとあのこう庭作りしてきて、はい、まあ一番管理がと大事なんですよね、あ特に春夏秋冬変わってね、はい、行くし、はい、あとやはり生き物ということで、はい、まあ植物なんですけども、はい、やはりその手のかけ方悪いとこの出来た土地より良くならないですよね、だから大体ね悪くなる場合が多いんです、で悪くなるっていうことは手のかけ方悪いっていうことなんで、はい、だからその辺が難しいですね、大体お庭の手入れというのはどう年にどのくらいすればいいんですかね、まあ1回でいいんですけども、はい、まあ基本的にはうちの場合は年中手はかけてます、あそうなんですか、だから灌木類、はい、あとまあ中灌木、はいはい、あと大きくなる大木ね、はいはいはい、まあ大体34段階にあるんで、はい、で灌木類は背の低いのは目いっぱい低く作ったり、はあ、お庭っていうのはやはり我々一般が見るのは上ですよね、はいはい、やはり上でよろしいんですかね、まあよく写真家の方は遠く見るときは上だよと、はい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 、まあ本当の庭まあ自然界から見ると壺庭みたいなもんなんだから、はい、やっぱり下が一番大事だよと、目線は下、そうみたいだね、はあ、やはりそのなんていうんですか、この修行っていうんですか、修行っていうのは、はい、やはり毎日が修行でございますかね、そうだね、私も、まあ、ずっとやってきてこれでいいっていうことないんで、はい、もう毎日がやっぱり修行ですね、その修行は一番気をつけられてる修行は何ですかね、はい、一言でお願いしたい、毎日手かけるっていうことだね、毎日手かける、はい、はい、ありがとうございました、いやいやどうも、ね、ありがとうございました、毎日手をかける、ありがとうございました、はい。